ベート派、ゲフェンベート派ゲフェンとは、ハイファのアディニスナス地区に設置されたアラブユダヤ文化センターである。ベート派ゲフェンの建物は19世紀後半に建設されたものであり、ホテルなどとして利用されていた。そして、アバフシという当時のハイファ市長は、ハイファにおけるアラブユダヤ両民族、並びにユダヤ教、キリスト教、イスラームという3つの宗教の間の共存や、 寛容な文化を構築するために、1963年に、その建物を、ベート・ハゲフェンという名称で、アラブユダヤ文化センターとして用い始めた。ベート・ハゲフェンは、ヤーコブ・マルキン教授によって設立された。また、ベート・ハゲフェンには、アルイコールカルマ劇場という劇場が付設されている。なお、同団体の名称に関して、ヘブライ語では、ベート・ハゲフェンと読むが、 アラビア語では、バイトあるイコールカルマと読み、その意味は、両言語ともに、どうの家という意味である。ありがとうございます。